安全装備が、いろいろついてるんですよね、こちらの車両は。実際どのように安全装備が発動して身を守ってくれるか。怖っ。死角になる部分を防ぐっていう、はい、目的ですね、こういったものは。そうですね、はい、今コーナー精査、はい、こんにちは。GR8 の入谷です。はい、はい、今までね、このチャンネルでは多くのハイエースを紹介してきたんですけども、はい、車両紹介をするときに、いろいろ装備、はい、ね、装備紹介してきたと思うんですけど、はい、今回ね、ここに車両を、用意したんですけどもね、はい、セーフティーセンス、はい、安全装備が、いろいろついてるんですよね、こちらの車両は。はい。はい、で、あまりね、その安全装備に対して、深くはお話をしてなかったんですけども、はい、今現在ね、ハイエース乗られてる方や、今後、ハイエース乗ろうかなという思ってる方、なんとなくどういうものなのかって分かってるよりも、実際どのように安全装備が発動して、はい、まあ、身を守ってくれるか、はいはい、うん、そこをね、理解した方が、ハイエースっていう車がね、安全で、なおかつ、より好きになってもらえるのかなと思ってるんです ね、僕は。はい。はい、まあ、その、ディーラーさんで新車を買うにしても、はい、口頭での説明ですもんね。そうですね、はい。どうしてもね、安全装備だけは、カタログだったりとか、口頭でしか説明ってしづらいと思いますし、はい、今回はね、実車を使った上で、はい、安全装備、どのように発動するかっていうのを確認していきたいと思います。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。今回のね、検証は、私有地内での撮影、安全をね、ちゃんと確保した上で、撮影しておりますので、はい、決してね、真似をしないように、はい、よろしくお願いします、はい。ハイエースに搭載されている、トヨタセーフティーセンスなんですが、大きく4つありますね。はい。まず1つ、プリクラッシュセーフティーと。プリクラッシュセーフティー。はい。あともう1つ、レンディーパーチャーアラーム。難しい名前だね、はい。はい。次、オートマチックハイビームと。はい。あと、パノラミックビューモニター。はい。その4つです。はい。はい。で、今回このうち、プリクラッシュセーフティと、パノラミックビューモニターですね。はい。こちらは、実車を使って検証していきたいと思います。はい。で、まず今回検証を省略する、レンディーパーチャーアラームと、はい。オートマチックハイビーム。はい。まあ、この2つは、口頭でちょっとご説明しますね。はい。はい。はい。まず、レンディーパーチャーアラームね。はい。道路の白線がありますよね。まあ、それを検知してくれてるんですよね。はい。で、その白線を、ウィンカーなどを使うときはもちろん車線変更するんで。そうですね。白線またいだりとかするんですけど、はい。それを出さない状態で、例えば白線の外にね、車両が出るようなことがあった場合、はい、その場合は、ドライバーの方に、メーター内にね、警告で、知らせてくれるんです。なるほど。はい。速度が50キロ以上の時しか発動しない。続いてはね、オートマチックハイビーム。オートマチックハイビーム。結構便利だと思うんですよ。はい。うん、僕乗ってて便利だと思うんですけど、はい。まあ、名前の通りなんですけど、勝手にハイビームに。勝手にハイビームに。そう。はい。暗い夜道、例えば山道を走ってる時に。はい。まあ、前見づらいですよね。見づらいですね。ね。そういう時はハイビームするじゃないですか。はい。ただ対向車が来たら、またロービーム切り替えますよ、ね。そうですね。それをオートマチックでやってくれるんですね。なるほど。はい。対向車が来たら、ロービーム切り替え。はい。で、暗い夜道だと勝手にハイビームになってくれる。そういうことですね。かなりこれで結構便利です。そうですね。その、はい、それぞれに付け忘れとか、はい、逆にハイビームの消し忘れとかがない、そうですね、なくなるってことですね。はい。ではですね、続いてですね、プリクラッシュセーフティですね、はい、そちらのですね、実演をしたいと思います。はいはい。で、実演をするにあたってですね、はい、今日はですね、わざわざ GR8 オーブ店の店長、増田さんにね、協力をしてもらいました。増田さんお願いします。はい、お疲れ様です。出せますよね、増田さんね。今日わざわざね、プリクラッシュセーフティ、はい、要は安全装備の中でプリクラッシュセーフティっていうのは、どのように発動するのか。はいはい、うん。それを実演をしようと思います。はい。じゃあ早速やっていきましょう。はい。お願いします。はい。ではですね、実演を行ってきます。プリクラッシュセーフティは、ブレーキ補助と、あと、今映ってるメーターの計画音、
そのように、それがね、どのように、現れるのかっていうのを見ていきたいと思います。じゃあ、北川さん行きます。はい。警告音も鳴りましたし、ちょっとブレーキ補助っていうのはね、そこまでスピードは出てないんですけども、マスダ人形にね、ぶつからないように止まれたかなと思います。まあ、僕的にはね、ちょっとマスダ人形をね、バーンとぶつ、マスダさんがね、元気でなるようにということでね、ブレーキ補助、ね、プリクリアスセーフティね、まあ、効果しっかりやりますね。はい。はい。ではね、まずパノラミックビュー、はい、ね、こちらの紹介をしていこうと思います。はい、まあ、どのように安全かっていうのをね、やっていきましょうか。はい、はい、まずね、パノラミックビューモニター、ついてる車両っていうのは6型以降ね、はい、ついてますよね。で、ここのちょうどね、ここにビューモニターっていうのね、ビューっていうボタンがあるんですけど、はい、これを押していただくとね、はい、今ナビに回ってますね。はい、要は車両を上から見たような全周囲が確認できると。本当ですね。はい。まあ、そういった機能です。はい。で、これがどう映るかっていうのもちょっとやっていきましょうか。はい。今ね、増田さん、ここ映ってますよね。はい。左側にいる場合。はい。ね。ちゃんと左側の縁も見えるんですよね。で、増田さん、ちょっとリア行ってもらっていいですか？はい。でも今、リアでも、今映ってます。映ってますよ。はい。じゃあ、次、増田さん、前に行ってもらっていいですか？はい。前でも映ってます。大丈夫ですね。はい。今実演したような車両を上から見たような映像が映るというのがね、はい、パノラミックビューモニターですね。はい。まあ、全周囲確認、ね、そうですね。できることによって安全を確保できると。そうですね。はい。小さいお子様とか ね。まあ、それ、はい、あんまり聞きたくないような事故ですけどね、はい、小さいお子様が引かれたとか、はい、そういうのも、やっぱどうしてもね、聞きますので、はい、死角になる部分を防ぐっていう目的ですよね、はい、こういったものは。そうですね。はい。そういった、安全装備になります。はい。はい。はい。次ね、安全装備との中のコーナーセンサー、コーナーセンサーの方をやっていきたいと思います。はい。では、市川さん行きますよ。じゃあ、まずバックします。バックして上で、はい。車両が、障害物に近くなってくると、今コーナーセンサー、反応してますけど、はい、近くなるとなるほどね、この今メーターに現れてるかのように、はい、で、今、ブレーキ補助も聞いたんですけども、ぶつかる手前になるとブレーキ補助も効きます。自動的に今足でブレーキがグッと来たんですけども、そういった機能があります。以上がですね、トヨタのね、セーフティーセンスのご案内になります。はい。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。というわけですね、今回はハイエースに搭載されているセーフティーセンスの動画を撮らせていただきました。はい。で、一応ね、動画で見ていただいたように、安全性が 100% 保証されるものではないので、はい。ちょっと待って、長かったな。次の時だけご理解ください。はい。あくまで補助機能となります、ね。そうですね。今回の動画どうでしたか？そうですね。いや、僕自身も、車乗っててヒヤってすることって、やっぱあるじゃないですか。なんでこういうトヨタのセーフティー機能を、こうやって理解できて、よかったかなと、思いますね。やることで、出演することで理解する部分も大きいですからね。そうですね。はい。はい、今回もね、ご視聴いただきありがとうございました。はい。はい、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。